県知事の話をあえてしないようにしてるんですけど、あの女性の方にならなくてよかったな。緑系やからな。政治の世界の緑って赤隠しよねとか思って見てたかな。でも再選なさった方、北の金ちゃんのところの学校に補助金出すんやろ。もうそこがね、皆まで言うまい。最近常々言ってるんですけど、11月20日から運気がガラッと変わるらしい。冥王星が水星に入る。これからは風の時代って言われてるやつ。240年ぶりに土のエレメント、地の時代から風のエレメント、俗に言う風の時代に入るんですけど、2020年の12月22日から入っててんけど、行ったり来たりされてグラグラやったみたい。で、11月20日から定着。天体の動きむずいからまともに見る気しなかったんですけど、240年ぶりに時代が変わる言うて、昨日から芸能人の生年月日見まくってたんですよ。火の時代、土のエレメントの人が大活躍できんねんなって実感したんが、ダウンタウンの松本さん、浜田さん、土のエレメントやってん。で、同級生の作家さんいるやん、高瀬さんも土のエレメントやってん。これは最強やったんや。今後どうなるか楽しみやんな。これまで水と地、土の人ってめっちゃ最強やってんなって思いました。風と火の人たち頑張ってもなんか辛いってあったはずやねんけど、ドリフターズが新井中さん以外水のエレメントやって、加藤茶さんの茶って、芸能界は水もんがええから茶って命名されたっていうのをどっかで見てんけど、全員水のエレメントで固まってるっていうのがすごいなって見てて、政治家で言うとですね、地の時代、 AB さんも麻生さんも土のエレメントやってん。ついでに河野の田野さんも、それと、社民の水ぽん、福島の水穂さん、僕貞子さん、あ、ごめん、辻元の清美さんも、土のエレメント、漢方に同じ生年月日載ってんのよ、二人とも。こんな偶然も珍しい。あとですね、玉金の雄一郎さん、野田の義彦も、土のエレメント。いいとか悪いとかでなくて、活躍できんねんな。で、トラヤン、返り咲いたじゃないですか。お米の国って書くところの大統領。トラヤン双子座で、風のエレメント。プッチンプリンみたいな名前の方と、シュー・キンピラさん。そして、今回首相になった石破さん。みんな風のエレメントやってん。いいとか悪いとか別としてね。で、そこで、維新の代表選ぶやつ。今4人出てるみたいやけど、イソジン・吉村になると思うよ。あの人双子座やし。他の人のこと見てないけどね。トラヤに負けた、ハリちゃん。あの人も、風のエレメントやねんけど、天秤座やねんな。トラヤン双子座で今後12年絶好調ってなってるので、トラヤンの勝ちやったんかな、知らんけど。せやせや、角丸枝野さん双子座で風のエレメントやわ。時代に乗り遅れはったんかな。枝野さんに角丸というあだ名がついたのは、左翼過激派角丸派から献金を受けていたからやねんけど、角丸の正式名称、日本革命的共産主義者同盟、革命的マルクス主義派。政治の世界で丸ついてたらやばいやつって認識すべきです。日本の神様枝野引っ込ましてくれたんかな、危険やしな。で、トラヤンとシュウ・キンピラさんの話に移ります。シュウ・キンピラさんも双子座やわ。時事 .com ニュース、2024年11月16日中野国の主席、日韓に秋波、トラヤン復帰見据え。中野国は友さん一党独裁の国、友さんは共産、レッドチーム赤組、うちらの敵。日本の友さんの党、中野国の友さんの党、世界各国の友さんの党は、友さん共産。コリンのテルン、国際共産党第3インターナショナルの一支部同士、同じ組織。コリンのテルンはもう消滅したことになってるんですけど、指導団体が分かっています。自由なおそうめん屋さんって呼んでるところです。自由なおそうめん屋さん、自由フリーおそうめんメイソン。おそうめん屋さん、おそうめんがって言ってたら全てメイソンのことです。メイソンのこと、金プリになるんちゃうかにな。おそうめん屋さんのおメガネにかなった人しかトップになれないところが、雨の理科。トラヤン帰り咲き。今現在、でんでんじいさんがやっている。盛大なプロレスが行われてるんですよ。私、戦時中までに出版された先人の書を紐解いて、歴史の真実ごそごそ知って、Amazon Kindle 電子書籍で出版してきたんです。社会党って何なんやろって調べ出して、社会統計の学者さんが、肩書きが立派すぎて、素晴らしいとされる先生なのに、ほんまかって思わせてくれて、社会党の本質調べ出したら、友さん絶対悪で、戦時中までに出版された書籍では、社会党ってええんちゃうかなって思わせてたから、本質全く分からへんかったんけど、世界各国で王室が潰されて凶悪国政になっていて、それやってきたのが第1、第2、インターナショナルで、
社会党もトモさんの党もトモさん共産もともと同じ組織やったんですよ。ロシロシで大きな核の命が行われて、ロシロシ核の命、それが成功してレーニンが第二インターナショナルからコミンのテルム国際共産と第三インターナショナルに独立させた。そこに行かなかった人たちが社会の窓主義インターナショナルに行った。ほんまは社会主義インターナショナルやねんけど、社会の窓主義インターナショナルの副議長を務めてんのが福島の水穂さん、社民の水ぽん。社会党がダメなものって分からせてくれたのは土井の高子と村山の富一のおかげ。私たち日本国民は資本主義国で日米同盟があるからなんとかなっている状態なんですね。私たちが見せられてんのっておそうめん劇場、おそうめん劇団員の寸劇で、国民が選んだという形を取らせて、資本を潰させて社会の窓主義の世界に誘い、後に共産にしていく、世界を一つにワンワールドにしようとしている勢力があんねん。衛生観念の違う人たち混ぜこぜにされたくないやんか。うちらは資本主義と日米同盟だけ守ってりゃええねん。それには自民しか選択肢ないんですよ。自民の先生手たらくかもしれんけど、他もっとひどいやんか。民主主義って数で勝負やから、自民というだけで人数増やしといたらいいんですよ。こいつもまあ嫌やけどなとか思っても、自民の先生やったらしゃあないなって真面目に考えたらあかんねん。この先生にこれを託すとかではなくて、資本社会ともさ、三つの主義があって、三つの主義しかなくて、資本だけが自由に楽しく生きられてるやんか。社会ともさんの国になってしまうと、必ず辛い思い、痛い思いをさせられてしまうねんから、自民支持して資本だけ守っとりゃええねん。日本人であるならば保守でないといけないってやってる人たちいるやんか。保守保守うるさい人たちって、宗教系で保守は極左かカルトやな思って見てて、敬遠して、私は関わらないようにしてきたんですけど、保守保守うるさい人たち、ニューソート運動をやらされてるって、ニューソートに焦点合わせると面白いようにニューソートに繋がっていて、保守の代表格の方がニュースキャスターなさってた方、クリスチャンサイエンスモニター、宗派関係ないキリストさんの日刊誌にお勤めやったんです。クリスチャンサイエンスがニューソートの基礎になった宗教で、自由なおそうめん屋さんと共生関係にあったんです。ビヨンドシークレットっていう、ザ・シークレットも怪しいもんやで、を題材にした文庫本に書いてありました。クリスチャンサイエンスモニターが T1 教の会の世界の日報と提携してた。だからあの方、T1 教の会の新日クラブでご活躍。ニュースキャスターなさってた方は水のエレメントやったわ。今は T1 教の会では聞き声が悪いっていうことで、保守保守うるさい人たちって、天理の教えの教育顧問をやってた広池ってやつが提唱した、モラ措置道徳科学に集結したよね。小説家の先生が新しい政党を立ち上げた先生もそこで講演なさってたり、あの人も水のエレメントやったわ。維新の創業者の方も水のエレメントやねんな。すごいな水って思って見ててんけど、右も左も保守言うてる連中も猫が同じのマルクスちゃうのって見てるとしっくりいきますよ。時代が変わるみたいなので、俯瞰して観察してると楽しいですよ。で、生年月日見て、あ、この人双子だやわとか、水のエレメントやわとか見ると面白いですよ。ちなみに聞いたところによると、これまで大活躍できてた人たちが引っ込んで、引いたけられてた人たちが出てくるらしい。もう楽しみで。